リブライアンというね、バンド名、まあ、ユニット名なんですけども、ライブラ、天秤座の僕と、そして、ライオン、獅子座のヒロの、天秤座と獅子座というものをつけた造語です。地球にいながらにして、大地に踏みしめながらにして、音楽の世界で、星座の世界まで届いてしまうような、その広がりのある曲をみんなに届けたいなというふうに思っています。とてもね、ライブはロックで熱くて、そしてみんなの心を気持ちよくかき混ぜるような、みんなの細胞を全部目覚めさせるような、そんなライブをしています。ぜひ遊びに来てくださいね。はい、2回目の開幕公演ということで、前回とは違った内容になると思いますが、新曲をたくさん披露できると思いますので、楽しみにしていてください。前回の台湾の盛り上がりっていうのは本当にそこはかとなくというか、驚愕しました。2回目の台湾も前回の抜くような勢いの暑さを、前回12月に行ったから8月ということで、さらに暑いという、基本的にも暑いですけれども、もっともっと暑いライブを一緒に体感したいなと思っていますので、ぜひ遊びに来てくださいね。今回はアルバムを引っ提げての、ツアーということになります。ツアーファイナルが台湾なので、日本で得た、本当に、ね、素敵なパワーも台湾でぶつけたいなというふうに思っています。新曲もね、さっきもヒロ言いましたけど、本当に新曲もたくさんあって、宇宙的な曲もいっぱいあるし、心の中に染み渡るような、台湾のみんなの心の中に染み渡るような曲もたくさんあるので、さらにバリエーションの増えたリブライアンのライブを楽しんでもらいたいなというふうに思います。はい、前回台湾に行った時は、結局どこにも行けずに、終わってしまったので、今回は、いろいろ行きたいなとは思うんですけど、多分時間がないと思います。会いたい人がいまして、で前回手伝ってくれた、奈落というバンドの、メンバーの皆さんも、カメラマン写真撮ってくれたすごいパワーのおじさん、打ち上げで息ばかりしていたあの人とまた再会にしたいと思います。101っていうね、あのビル、他のメンバーは行ったんだけど、僕ビルだけ行けてなかったので、101って東洋で一番高いかな、って言われていた時期があったという、ビルの展望台に登って、ここでしか見えない景色なんです。大地を踏みしめて歩くのもいいんですけど、大地からだけだと見えない世界っていうのが絶対にあるし、そういう意味で、高い展望台に登って、天空を感じながら、地球も見ながら、水平線の丸いのも感じながらですね、すべての五感をフルに入れる方向で、シックスセンスで行きたいというふうに思います。そして小学校を上に出されたいと思います。「ただ言うなきしるでも夢たりはしない」